みなさんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はこちらのね、無印良品で買ってきたものを紹介していきたいと思います。それで今回は、はい、今回はですね、私たちが選ぶおすすめベスト5を買ってきたので紹介していきたいと思います。はい、まあ、こ、うん、個人なんで、あの別にそうですね、まあ、おすすめあくまでおすすめなんで、はい、まあ、はい、はい、他にもね、おすすめがね、あるよって方はね、コメントに書いていただきたいって言いたいんだけども、ちょっとコメントまあそこは置いといて、はい、じゃあ買ってきたので紹介していきたいと思います。はい、無印はね、有名なものが多いので、きっと皆さん、ね、あーってなっちゃって知ってるよって方ももう多分そういうものだと思うんですけど、はい、まあそのベスト5以外にもね、買ってきたものがちょこちょこあるので、それもね、合わせて紹介します。まず第5位がじゃ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 ん、こちらでございます。でこちらっていうよりかはざっくり分別されてるんですけど、今回こちら第5位は収納ケースですね。はい、もうすみません、ざっくりいきます。もうざっくりでいっぱい商品あるんで、収納収納ケースですね。はい、で今回ね、こちら我が家が選んだというか今欲しかった収納ケースがこれなんです、ね、これだったんですよ。はい、まあ、一般的にやっぱあの何、本を入れるような白いさ、四角いボックス型の収納とか、はいはいはい、すごくいっぱい収納ケースあると思うんですけど、あるですね。はい、しほちゃんが今回選んだのはこちらのですね。はい、こんな感じの、いやーかわいい、皆さんこれ、いやーかわいいですね、すごい綺麗。ちょっとさ、アングルを下にしてもらっていい？はい、じゃあアングル下にしてもらって、こんな感じでね、ここに穴が開いてて、うん、見えるかな、こうね、あれあ、テープついてましたテープついてましたテープついてた、こんな感じになってて、ここに穴が開いてるんで、こういう感じで、なんかショーケースみたいな、そう、小さいショーケースみたいな感じになってて、でね、ここにね、なんか入れたいなと思って、じゃあ、この前ガチャでこうやってちょっと、ちっちゃいかもしれないけど、ちょっと入れてみますか。まあ、もっと大きいのが入りそうだけどね、あくまで見本なんで、こういう感じで、はい、こういう感じで、まあ、ショーケースみたいな感じでね、飾ってってもいいし、はい、あの、なんていうの、かわいい系、こういう漫画のあれじゃなくて、ごめんね、なんかこう、かわいいもの、そうですね、コスメとかをね、飾ってもいいし、コスメとかもいいかもね、使うのに、使うときにね、うん、まあね、使い道はいろいろ、使い道はいろいろあるんで、まあ、しょうちゃんはもしかしたらこういう風に使うかもしれないですね、はい、そうですね、うん、はい、はい、ということで、収納ボックスをました。というか、はい、おすすめです。無印の収納ボックスはめっちゃ綺麗です。しっかりしてるし、めっちゃ持ちますし、いろいろ種類もあってね。はい。他にもいっぱい欲しいのあったんだけどね、今回はこれにしました。はい。はい、じゃあ次。はい、ということで、じゃあ4位がですね、こちらのざっくりで言う文房具ですね。はい。はい、文房具もね、本当有名で、いっぱいあるんだけども、はい、まあ今回我が家はこういうペン関係とか筆記用具関係を選んできました。はい、はい、じゃあちょっとね、買ったものを紹介しましょう。でですね、まずりみちゃんが買った、今回りみちゃんすごい買った、そうなんです、珍しい。まずね、こちらのペンが、はい、何色あるの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10本、はい、10色と、あとまたね、種類が違うんですけど、はい、青関係を2色買ってます。大好きな青関係ね、こんな感じの色はい、でこれに入れる、それでこのペンケースも買ってて、このペンケースに入れるということで、はい、入れてあげましょう、はい、いいね、これかわいい、うん、こうやってさ、置くじゃん、うん、これ取りやすいじゃんね、これでも蓋できんの、
そう。リミこれミスマッチじゃない、ちょっと。あーティラリーティラリーちょっと蓋ができませんでした。ギリギリ入んないですね。あらららら、入ってたよねさっき。でも蓋してなかったの。もししょうがないね。でもね、まあしょうがない、蓋をしないで使ってもいいし、ないでこう使うってことで。はいはい、続いてはこちらです。こちらママが買った。はい、ママが買いました。この黒い文房具じゃない。この黒いボールペンですね。はい。続いては私が買った文房具なんですけど、はい、私は黒で揃えたくて黒で揃えてきました。まずね、この黒いカッターです。これ、はい、すごいちっちゃくて買ったね。後で開けてみましょう。開けてみましょう。で次にね、こちらの黒い消しゴム。はい。これもちっちゃい。で次に黒い定規。いやこれも可愛い。次にこれ黒いボールシャーペン。シャーペンです。これもまた音いいよね。かわいい形、超かわいいね。で黒で揃えようとしたんですけど、一個だけね、黒白しかなくて、まあでも欲しかったんで買ってきちゃ、白で買ってきちゃったんですけど、こちらのね鉛筆削りです。ちっちゃい、これちっちゃくてほんとかわいいと思って買ってきちゃいました。一回一回なんかカス捨てないといけなそうな感じだね。確かに。まあ臨時で使うのにはいいかもね。じゃあちょっとカッター気になるんで開けてみましょ う。こんなちっちゃいのにカッターみたいなね。おおすごい、おちっちゃい。あ、こうなってんだ。黒ではないね。ね、こうなってて、うん、でこんな感じで、すごっ。まあ使うときはそのね、あの先端をこうね、そうそう上げる感じで、なんか後ろがクリップになってんね。ね、ね、クリップになってるのどっかに刺せたり、あら、お医者さんがさ、ここに。お医者さんなんだ、カッター使う。お医者さんって例えがまあ、いや。はい、以上でございます。以上でございます。文房具は。はい。はい、ということで、第3位ですね、こちらのお菓子類ですね。はい。まあ、お菓子でしょう。お菓子です。無印はね、はい、美味しいお菓子がいっぱいあるんですよ。そうなの。はい、じゃあちょっとまたねカメラを近づけて紹介します。はい、まず一つ目がこちらのチョコがけチョコバーム。まあこちらのあのチョコがけチョコバームはまあ季節限定ということで、そうなの、ここに書いてある通り季節限定で、はい、まあ季節限定なんですけど、ね、チョコが乗っかってるような、ちょっとしほちゃん断面を、なんかすごいんですよ、バームクーヘンになんかチョコの塊がなんか乗ってる、見えるかな、見えないね、そんな詳しくは。なんかチョコに、うん、チョコのバームクーヘンにチョコがもう乗っかってるみたいな、うんうん、そんな感じなんですけど、わ見えないね、全然見えない。じゃあちょっと開けてみようか、どうせ食べるし。こんな感じ、やばくないですかこれ。こんな感じで上になんかびっしりとチョコがかかってるみたいな感じでね、うん、超美味しそう、超美味しそうなんですよこれをね、はい、これを2つ、もうリミちゃんがこれって言って、あ、美味しそう、ね、いいの、一口食べてみます。うまっ、どう、うまっ。超美味しいです、超美味しい、よかったです。続いてはね、こちらの焼きリンゴバーム、はい、こちらも季節限定なんですけど、美味しそう、これも美味しそうね、これも買ってみました。はい、もう一個はシルキャラメルバーム、美味しそう、こちらももう美味しそうです。まあ他にもいろいろね、バナナとか、はい、ありましたね、いろいろ紅茶っぽいのとかいろいろあるんですけど、我が家今回ね、チョコとリンゴと塩キャラメルにします。はい、はい、次はね、ママが買ったんですけど、はい、梅昆布と一口スルメ、はい、これはもう編集のお供に最高でございます。このね、大きさが人気らしいんですよ、このなんていうの、あ、食べきりサイズというか、そうそう、食べきりサイズ、ちっちゃいというか、はい、ちょうどいい感じのこのサイズが一時期すごくね人気で取り上げられてたのにもしたんですけど、はい、それをね、ママもちょっと買ってきました。はい、はい、いいですね、いいですか。あとはもうちょっと大きいお菓子なんですけどね、こっちはベルギーワッフル。はい、おいしそうです、またこれもね、うん、続いて生チョコケーキ、おいしそう、いやこれめちゃめちゃ売れてましたね、あともう残り1個ぐらいでした、ね、
で、こちらチョコレート、これも売れてたね。美味しそうです。美味しそう、これ美味しそうだよね。食べる、食べてみようか。これ食べてみよう。どうぞ。はい、皆さん、もう本当になんかね、超美味しそうなの。柔らかい。あー、やばい。はい、いただきます。やばい。いただきます。ん、中にもチョコが入ってますね。うんうんうん、美味しい。何これ。超美味しいんだけど。超美味しいです、これ。これ癖になるね。うん、これは美味しい。これは美味しい。これ無印のお菓子美味しい。皆さんもぜひ買ってみてください。はい、超美味しいから、これ本当美味しい。はい、ということで第2位です。まあでも3位とあんま変わんないですね。まあ、こちらのカレーでございます。もうすいません、定番で。やっぱこのカレーは美味しいですね。そうなの、超美味しくて。はい、バターチキンカレー、バターチキンカレー定番です。と、あとグリーンカレーです、ね。はい、パパとママはグリーンカレーが大好きで、はい、はい、グリーンカレーも本当美味しいです。辛いのね、辛いのが大好きなんで。そうですね。はい、これはね、またね、食べたいと思います。ドミノ。今回は 1個ずつしか買ってないんですけど、実はまだ1個ずつかな、ストックしてある。そう、ストックがまだ食べてないのがあって、はい、なので今回は1個しか買わなかったんですけど、はい、まあね、なくなったらまたね、2、3個、これはストックしてても全然全然いいね。いいですね、いざという時に美味しく食べられるので。はい、はい、ということで、みんな食べたことあるよね、これ。あるね、これは有名だもんね。ね、皆さん、これもド定番なんで、本当に定番なんで、今更なんですけど、やっぱりこれがもう出してるところからさ、もうそれ違くない？あれ、一個違うの出てきたけど。一個違くない？前に。はい、ということで第1位はですね、化粧水関係です。そうですね、やっぱ無印のね、スキンケア商品とかもう本当有名でいいです。ママも今はちょっと無印じゃないけど、ずっと使ってました、でっかいボトルで無印の化粧水。今回はね、はい、じゃあちょっと、ね、敏感肌のしっとりタイプを買ってまいりました。うん、はい、まあ、ママはもう昔から使ったことあるんですけど、しほちゃんは無印まだ使ったことないので、今回しほちゃん用にね、買いました。でね、この、うん、このね、スプレーヘッドをつけて、はいね、しほしほとねやりたいと思います。はい、シンプルだし本当にいいよね。で、あとこのマイルドオイルクレンジング、はい、クレンジングもね、一応買いました。はい、せっかく行ったので。はい、でしほちゃんはまだ乳液はね、いいかなと思うので、今回はね、化粧水しか買いませんでした。そうなの、私まだ乳液作ったことがなくて、はい、大人はね、やっぱ乳液とかもやっぱこう閉じ込める感じでいいんですけど、まだしほちゃん5年生で若くて肌ピチピチだと思うので、まあ化粧水ぐらいで大丈夫だと思うのでね。はい、で、一つなんか違うんじゃないですか、それ。これちこちらマスクスプレーです。これはね、ちょっと化粧品ではないんですけど、そうですね、今回ね、このマスクスプレー、もう今の時代ならではのものかもしれないけどね、こちらマスクの使いたいと思います。匂いが良くなるっていうの、マスクの匂いがストラスの香りになると、うんうんうん、いうことで買ってきました。はい、おすすめね、はい、5種類紹介しましたね。はい、まあ、ほんとすいません、定番で、ね、やっぱり無印っていうとこうなりますね。そうですね、うん、でも今回ね、いろいろね、洋服とかもいっぱい売ってる大きい無印に行ったので、いろんなものがね、ありました。はい、はい、いろんなものが売ってるんだなって改めてね、思ったね。ね、うん、まあ無印はね、家具とかも人気だと思うし、うん、台所グッズっていうの、食器とかね、そうそうそう、いろいろあるし、ほんとね、欲しいって言ったらもういっぱいあるんですけど、まあ、今回はね、まあ、ちょっと定番品で、はい、はい、よく買うものをね、はい、
ってみました。はい、で、おまけでちょっと買ったものをさっと紹介してみましょうか。はい、そうですね。はい、はい、ということで、あのランキング外なんですけど、はい、ランキング外で買ってきたものを、はい、普通にご紹介お願いしますね。まず一つ目がね、こちらの、あ、逆でした。こちらの絆創膏です。はい、もうしほちゃんといえば怪我なんでね。ひどいなこと言いました。はい、もう必需品だよね、絆創膏は。持ち歩こうかなと思って、うん、なんかちょっとね、大きいサイズもあったのでね、それも、しほちゃんの毛が大きいでね、大きい絆創膏が必要ですね。ひどいですね。はい、続いては、綿棒です。綿棒のね、詰め替えを買ってきました。はい。でね、綿棒使ってたんですけど、なくなっちゃったので、詰め替えということで、いいなと思って買いました。はい。はい。あとね、なんかクリスマス関連のとこに、まあ、アイシングセットっていうのがあって、うん、これね、いいねって思って、うん、クッキーとか作った時に、ちょっと可愛く、デコレーションっていうかこういう感じでアイシングできるっていうセットですね。そうですね。はい、これをちょっと買ってみました。こんな感じか。で、あとはストッキング。はい、もうね、足がね、寒そうで、しほちゃんの足がもう見せ、もう肌を見せたいんですよ。スカートでね、黒いタイツは履きたくないと。いやいや、履きにも、でも服装によってはさ、やっぱ履きたくないってなるでしょ。あのスカートは履きたくないっていうのは、服装によってさ、寒いのにさ、素足でさ、だからそういう時はこういうストッキングを履こうということでちょっと選んで見てみました。たまたまね、あったからね。はい、はい、ね、寒い時やっぱ行きましょう。風邪ひいちゃうんでね、今鼻ツルツルしてますけど。はい、以上です、はい、以上です。はい、はい、ということで今回もね、こちらの無印で買ってきたものを紹介してみましたということで、皆さんもね、あ、これいいとか欲しいとかいうものがあったらぜひ買ってみてください。それではバイバーイ。